どうも皆さん、森のリンナです。今日の動画は私大好きな企画、今月のお気に入りを紹介していきます。紹介していくアイテムたちはスキンケア、主にエイジングケア、美肌力アップに特化してくれたアイテムたち、そしてコスメ、とにかく美肌に見せてくれるアイテム探しの旅に今出てるので、そんなアイテムたちを紹介します。そしてファッション系、おうち雑貨いくつか紹介します。気に入ったら皆さんお揃いにしましょう。それで始めていきます。スタート。1つ目がメディキューブのディープリフティングペプチドアイクリーム。特徴としては目のクマや小じわを改善させてくれるペプチドっていう成分が入っているのと、ハリを改善させてくれるヒアルロン酸とコラーゲンが入った美白シワを改善するクリームです。ずっとすっぴんの時の目の周りの色素沈着がコンプレックスだったんですね。で、これを立て続けにこの2ヶ月間ずっと使ってたんですよ。そしたらその色素沈着が晴れてきた気がして、で、最近そのヒーライトの家庭版みたいな LED マスクとかも取り入れてたので、こっちのおかげなのかちょっと定かじゃないんですけど、効果効能的にこれだと私は信じてこの動画で紹介します。テクスチャーはふわーっと軽い塗り心地です。伸びもこの硬さにしてはいい方だと思います。保湿の仕方なんですけど、油分感とともにみずみずしさも感じられる保湿です。目元に塗ってみます。私の塗り方としてはいきなり伸ばすんじゃなくて、全体にこんな感じでまんべんなくのせてからそのシワに入れ込むようになでます。こんな感じです。わかります？ツヤ見えるかな。持続力で言うとめっちゃあるわけじゃないんですけど、この価格的には全然いい方だと思います。馴染んだ後は密着して潤いを逃がさないくらいの蓋をしてくれてる感覚はあります。なので私は普段アイクリームを1日何回かに分けて数回塗るんですけど、これもスキンケアの最後に塗っていて、寝る直前でももう一度塗るようなやり方をやってます。集中的に使ったのはこの2ヶ月間で、感じた変化としては全体的にハリが出た感じがあるので、同時に小じわも目立たなくなった気がします。一番わかりやすかったのはちりめんじわだけど、こういう大きなシワ、深いシワに関してはちょっと効果はなかったです。まとめると、色素沈着、小じわ、特にちりめんじわはしっかりと改善できた気がする。そして全体的なハリもアップした気がします。あとね、何よりコスパがいいですよね。この値段でこの量、まあ、頑張って塗る時間もお金も貢献してよかったアイテムだなと感じました。続いてのお気に入りはじゃじゃん、センテラの日焼け止めになります。伸び、塗り心地、白浮き感のなさ、これが私が今月のお気に入りに選んだ理由です。メイクを邪魔しない日焼け止めっていうのがもう私の中でデフォルトなんですね。そこをね、この子もクリアしてます。テクスチャーはこんな感じ。はぁ、すごい、めちゃくちゃみずみずしい、気持ちいい。もう塗り心地だけで言ったら全部の日焼け止めこうであってほしいっていうのがここにあります。しかも見てください、この白浮き感のなさ。保湿力なんですけど、めちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、使っていて乾燥するっていう感じではないです。塗ってみるとこんな感じです。マジですごい、この塗り心地、薄くつくかつ白浮きしないから色ムラになりにくいんですよ。だからパパッと使いやすい、それがすごく良かったです。 SPF PE の数値もマックスなのですごく安心で、成分としてはヒアルロン酸とシカガ主成分になっているので、日焼け止めとともにハリ感だったり、あと鎮静効果っていうのもこの子で補うことができます。続いてのお気に入りはトーンのベースルミネッセンスメイクアップベース SPF22 の PA2+ 入ってます。出かける時の日中の乾燥にね、ずっと悩んでたんですよ。ミストかけたり、乳液直でメイクの上から塗っちゃったり、でもこれの時はその不安をね忘れさせてくれる子なんです。ありがとう。特徴としては美容液成分が 97% 入った化粧下地です。部類的にはツヤタイプです。すごくない？水分多めのゆるい美容液っていう感じです。本当にこれ気
気持ちいいんですよ、めちゃくちゃ。馴染んだ後はこんな感じで薄い膜に変わるんですよ。密着感を肌で感じるくらいで、ただ雑すぎる塗り方の時だけちょっとポロポロしちゃいました。でもポロポロしちゃうんですけど、化粧を上から塗ったせいでポロポロするっていう感じはなかったです。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。ツヤすごくないですか。馴染みやすいピンクにさりげなくちょっと紫が入ってるので、透明感の出し方が無理やり感ないんですよ。なのですっごく自然。ツヤの種類的にはパールなので、光の集め方がふわっとしていて上品で、カバー力なんですけど、毛穴みたいなそういう影は目立たなくなります。ただその乾板とか赤みはカバーできない。はい、全顔仕上げるとこんな感じです。保湿力に関しては持続するのにベタつかないで、少しだけトーンアップはするんですけど、白浮きしないので全体に塗りたいってなっても問題ないです。デイリー使いしやすい。こんなにいいのに口コミが少ないことに驚き。白浮きしない、密着力、保湿力、塗り心地と潤いの持続力、もう塗ってる時から肌が喜んでる感覚は過去一かもしれない。スキンケアしてるみたいな感覚になっちゃいます。下地として本当にめっちゃいい。続いての今月のお気に入りはこちらです。トーンのデューイリキッドファンデーション SPF50+PA3+。 これも美容液が 94% 入ったファンデーションなんですよ。さっきのこの化粧下地のカバー力あるバージョン、かつちょっとツヤが控えめバージョンと思っていただけたらと思います。でこれね、セット使いが無敵なんです。メイクしてる感ないのにめちゃくちゃ肌が綺麗に見えるセットです。私もともといいファンデーションと出会うことが多分困難な肌質なんですよ。なんでかっていうと、ファンデーション使うとすっぴんの時よりなんか老けて見えちゃうんですよ。浮いてきて厚塗りっぽくなっちゃうんですよ。しかも皮むけしてきちゃったりとかで、これは私が思うに、私が知ってるファンデのデメリットを取り除いたファンデーションなんです。特徴としては薄付きなんだけど色ムラが顔から消える。テクスチャーとしては、これちょっとさっきの下地の上に伸ばしちゃいますね。色ムラが気になるところだけにのせてます。伸びはこんな感じ。さっきのね、美容液と同じぐらいみずみずしい伸び心地です。はい、こんな感じの。さっきの下地はパール感があるんですけど、このファンデーションはどっちかっていうと、まあ、パールとかグリッターとかそういうツヤの出し方じゃなくて、保湿力でツヤを出してくれている感じ。お肌にのせてみるとピタッと密着する速度が速い感じがあります。はい、小鼻にも塗ってみます。いやマジで綺麗。ピタッとポロポロする系の下地の時ってファンデが塗りにくかったりするじゃないですか。そういうこともないんですよね、不思議と。はい、版画を仕上げるとこんな感じです。塗ってる感じがないんですよ。仕上がりはめちゃくちゃ薄付きです。でも色ムラが補正される。で、4色展開なんですけど、下地が全く白くならないタイプのものだったので、ファンデはトーンアップと立体感が欲しかったのでワントーン白めのものにしました。カバー力に関してはこれも下地と同様に毛穴みたいなちょっと影があるようなものはカバーしてくれる。で、赤みとか私のコンプレックスの血管とかも結構綺麗にごまかせてます。日光だとこんな感じです。優秀すぎません？こっちですからね、元色ムラだらけ、乾板とか血管とか、ほら自然。はい、で結構そのツヤっぽく見える仕上がりじゃないですか。だけど触るとこれもベタつき感はない。だけどもっちりスキンケアのような保湿力はしっかりあります。で、このセット使いの仕上がりで感じたことは、下地がすごくツヤが出るタイプじゃないですか。で、フ
ファンデーションが薄付きだからその下地のツヤが透けて見えるんですよ。色ムラはカバーしてくれるのに。でその下地のツヤが透けることによって奥から潤いがすごい溢れてるような見た目にしてくれます。で崩れにくさで言うとこれも、メリットなんですけど、マジで崩れにくいです。正直これは基本的にセットで使ってるのでどっちがっていうのはちょっとまだ検証とかしてないんですけど、このセット使いだとマジで崩れにくいです。一緒に使うパウダーにもよるかもしれないんですけど、私はいつものこのスキンケアパウダーを使ってます。ツヤを抑えたバージョンはこんな感じの仕上がりになります。本当にメイクしてないみたい。日光だとこういう感じです。続いてのお気に入りはリップ3つ紹介していきます。1つ目がリカフロッシュのフルーティントブーケ00番ノーネームと04番のダリアアンバー。このね04番がドストライクすぎてマジで可愛いです。色味はこんな感じです。オレンジって感じなんですけど、私普段オレンジ似合わないんですよ。多分肌の色とかもあると思うんですけど、これね唇にのせてみると全然こういう感じじゃないの。すごいね大人っぽい感じになります。伸ばす前はこんな感じ、こういう感じ。あ、これこれこれ、実物に近い透け感のあるオレンジブラウンみたいな、すっごいね温かい色なんですよ。このね秋冬にすっごく合うなと思ったリップです。めちゃくちゃ可愛い色落ちなんですけど、こういう感じです。まあまあ色残ってくれます。最近ティントばっかり塗ってたのでちょっと唇が荒れちゃってるんですけど、このリップすごく荒れにくかったです。ちょっと荒れてる私が言うと説得力ないんですけど、保湿力も程よくあってベッタベタにならない、それがすごく気に入りました。ふっくら感もあるし保湿力もあるし荒れにくいし、落ちやすさで言うと、まあ、若干落ちちゃいます。でもこの手の保湿力のあるリップにしては色残りはいい方なんじゃないのかなと感じました。で00番ノーネームなんですけど、こちらは04番ダリアアンバーよりも少し濃いめのカラーになります。なのですごいね秋冬服にすごく合うと思います。はい、こんな感じです。ブラウンリップなんですけど少し青みがあるので、ブルベの方だったりちょっと色白肌に見せたい時にすごくいいカラーだなと思います。でも個人的にはこの濃いカラーの場合はツヤを抑えた仕上がりが好みなので、こんな感じでちょっとねツヤを抑えちゃいます。こういう仕上がりになります。青みブラウンですね、完全にボルドーのようなカラーです。これが実物に似てます。続いてクララスリップコンフォートオイルの17番、マジで可愛くて、これね何種類か持ってるんですけど、なんか全部香りが違う気がするんですよね。気のせいかな。これマジで可愛くて、私ディオールのオイルリップが大好きなんですよ。なんか使うとめちゃくちゃ可愛く見えるみたいな、そんなリップないですか自分にとっての。でそれがディオールだったんですけど、ちょっとねこれにね塗り替わりそうです。そのアプリケーターもディオールとちょっと似てるんですよね。ただ色味がすごくこれ好みでした。あ、かわいい、ぷっくり仕方がかわいい、かわいい。やっぱり女の子が魅力的に見えるポイントって本物のような血色感と、まあ、乾燥して荒れてない唇、私も荒れ常習犯なんで、まあ、荒れちゃったんですけども、それも隠してくれる、唇もぷっくりしていて色気を作ってくれるっていうので、まあ、すっごく私にとってこれも完璧なリップです。人を落としたい時に何がおすすめですかニーナさんって言われたら、このリップ差し出します。最後のスキンケアアイテムの紹介品になります。続いてクラランスのメイクアップミスト、メイクが崩れにくくなるためのミストなんですけど、香りがたまらない。最近その下地とファンデがめちゃくちゃ崩れにくいじゃないですか。だから気づかなかったんですよこれの良さに。だけどその他のメイクを使った時にも、あれなんかいつもより乾燥のメイク崩れもしにくいなって感じたので、これいいじゃんって、まあ、シンプルに
なったミストになります。でまあそのミストとしての用途としてもすごく満足度は私は高かったんですけど、香りがすごく好みで、お花と蜜の香りだけど甘ったるいわけじゃないんですよ。甘いんだけどお花のフレッシュ感もあって気分がリフレッシュされるというか、個人的にはすごく香りが好みでした。で、まあ、保湿力とかも補ってくれるので、それもすごく日中持ち歩きたいなと思わせてくれるミストでした。最後のお気に入りはこちらです。じゃじゃん、エミのファーノバッグになります。ファーノバッグを今探しているのであればこれすごくおすすめしたいです。悪口に聞こえちゃうかもしれないんですけど、個人的にファーノバッグって高いやつも安いやつも大差ない、いいものを買いたいけどなんかちょっと出す気になれない。どうせいいもの買うんだったらある程度高級感とかしっかりした作りで気持ち的に満足できるようなものないかなとめっちゃ探してたどり着いたのがこれ。この持ち手がしっかりしてる。普通ファーノバッグってこういう感じじゃないですか。でもこれは形が崩れないタイプのものなんですね。この項目に関しては完全に私の好みのお話なのでちょっとね共感できない部分もあるかもしれないんですけど、まずこの取っ手がポイントでした。でもう一つがこのポケットね、ぷっくり感のあるポケット、これはねちょっと普通と違うから高見えするポイントだなと思いました。あとねファーノバッグジッパーがついてるものって少ないんですよ。でもこれはジッパーがついてるんですよ。でこの開け閉めもスムーズ、これが5000円以上出す時にはやっぱこういう快適さは取り入れてほしいですよね。めちゃくちゃスムーズ、音で分かります？で中身はこんな感じで一つだけポケットがついてます。エミのロゴが入ってます。サイズ感的にはこんな感じです。形が可愛いじゃないですか、ちょっと四角っぽくて。だけど物を普通に入れるとこんな感じで伸びます。それは予想外で私にとってのデリメリットとして感じるポイントでした。最後は照明です。皆さんこれおいくらだと思いますか？結構高級感ありません？こういう感じです。なんとアマゾンで2000円台で買えるんですよ。白、オレンジで長押しで調光もできるんですよ。すごくない？で充電式なのでここがポイントです。ダイニングテーブルのランプとしても使えるんですよ。必要な場所に気軽に移動させられるっていうところもすごくいいなと思いました。ランプの種類はこんな感じです。埋め込み型になってます。あとねあとドライフラワーたくさん新調したからね、ちょっとテロップだけの紹介になります。あとは金で物で買いました。はい、いかがだったでしょうか。今日は盛りだくさんのお気に入りになったのでたくさん紹介してしまったんですけど、よかったら皆さんのこの動画の中で一番買ってみたくなったものもしあったら教えていただけるととっても嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。